笹山和都六6月15日から2011年12月10日は日本の政治家、土木技術者、元神戸市長、議会は正四位、君党は君一党、兵庫県神戸市都市計画局長、兵庫県神戸市助役、兵庫県神戸市長などを歴任した。神戸市役所にて都市計画局次長や都市計画局計画部長、 都市計画局長を歴任し、1981年12月に神戸市条約に就任した。1989年、市役所内の派閥を大きく2分した熾烈な神戸市長選挙では、同じく神戸市条約だった宮岡久夫を破り初当選を果たし、以後、3期12年間にわたって神戸市長を務めた。 市長在任中に発生した兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災で神戸市は大きな被害を受けたためその復興に尽力した鹿児島県出身鹿児島県立川内中学校を経て1945年9月に神戸工業専門学校土木科を卒業後1946年に神戸市役所に入庁神戸市職員時代には 土木技術者として、戦災復興を担当する復興本部企画課に、配属されたのを皮切りに一貫して、土木技術職の出世コースとされている都市計画畑を歩み、都市計画局次長や都市計画局計画部長、都市計画局長を歴任した。1978年10月に、当時都市計画局長であった笹山は、 新たな都市景観形成の先導役を果たす神戸市都市景観条例を制定した。景観に配慮した都市全体の街づくりの取り組みは旧居留地や北の偉人館外の街並みづくりに生かされ世間から高い評価を受けた。1981年2月に海上文化都市ポートアイランドの完成に合わせて我が国初の新交通システムであるポートアイランド線を開通させた。 1981年12月に神戸市条約に就任。共同のまちづくりとの進め方を総合的に示したまちづくり条例を全国に先駆けて制定した。協議会方式によるまちづくりは全国各都市から注目を浴びた。1995年3月5日、阪神・淡路大震災犠牲者神戸市合同慰霊祭にて日本社会党、日本共産党、 社会民主連合、自由民主統計史議らをはじめ、現職だった宮崎達夫の支援を受け、1989年に神戸市長選挙で初当選。以後、3期12年間にわたって2001年まで市長を務めた。市長在任中、多角ネットワーク都市の形成とコンパクトタウンの実現を目指し、都市の賑わいと安らぎが調和したアーバンリゾート都市づくりに邁進した。 1992年に旧国鉄港川貨物駅を中心とする規制市街地の大規模再開発である神戸ハーバーランドの整備を完成させインナーシティの再生を図るとともにウォーターフロントを生かした街づくりのモデルとして海につながる文化都市の創造を推進した1993年にアーバンリゾートフェアを開催し現神戸空港が国の 第6次空港整備後可燃計画の新規、事業格上げになった。しかし、バブル崩壊により、神戸経済が冷え込んでいた矢先の1995年に、阪神、淡路大震災に見舞われる。震災発生直後から約1ヶ月半、市長室に泊まり込み、救援活動などを指揮。その後も当時の貝原俊民兵庫県知事とともに、被災者支援や、 仮設住宅の建設などの復旧、復興に取り組んだ。復興街づくりでは、都市計画のエキスパートとして、土地区画整理事業や市街地再開発事業などを進めたが、震災発生から2ヶ月後という早急な都市、計画決定が住民の反発を招いた。また、地震が少なかった神戸市で発生した大災害ということもあり、初動体制の遅れや不備、また、 震災復興の遅れに対する批判が市民、市議の間から湧き起こり、日本共産党が市政与党を離脱。3期目の選挙では、対立候補の日本共産党系候補に予想外の猛追を受けるなど、笹山市政に対する批判が表面化した。市長在任中は、山、海へ行くと言われた神戸市のかつての開発手法が頭打ちとなる中、ソフト重視へと舵を切り、 市民との対話や共同なども掲げた。このほか1999年には医療産業都市構想を策定し、神戸ポートアイランドに先端医療の研究所や企業の誘致を進めた。2003年4月に君一等随法賞を受賞した。2004年5月に日本都市計画学会の功績賞を受賞した。2011年12月10日、消化管出血のため死去した。 87歳つ。没後に日本政府より正四位にジョイされた。1996年1月17日、名田消防署にて、ありがとうございます。